安倍昭恵、安倍昭恵、安倍昭恵、旧姓、松崎、1962年6月10日帯は、第90.9697.98大内閣総理大臣、安倍晋三夫人である。アッキーの愛称で呼ばれることもある。精神女子専門学校卒業。立教大学大学院21世紀社会デザイン、研究科修士課程修了、修士号取得。 東京都出身。聖火の松崎家は森永聖火創業家の森永家とつながりが深い家系である。精神女子専門学校卒業後、電通に入社。衆議院議員の安倍晋太郎の次男である慎蔵と結婚した。夫の慎蔵ものに衆議院議員、さらには内閣総理大臣となったが、秋江はラジオのディスクジョッキー、居酒屋の経営など、 政治家の妻としては異色の活動を展開している。森友学園水穂の国記念小学院では名誉校長を務めていたが、森友学園問題が浮上した際に退任した。同様に、加計学園三影インターナショナル子供園では名誉園長を務めていたが、後に加計学園問題が取り沙汰された際に問題視された。大麻解禁、反原発など、 夫の心臓とは異なる主張を展開することも、たびたびある。第一次、安倍政権終了後は、立教大学大学院に進学し、修士号を取得した。2017年12月、国内外における女性の社会参画推進への貢献により、ベルギーからレオポルド二世勲章グランオフィシエ除訓。父は、森永聖火社長を務めた、松崎明夫。 精神女子学院初等科、中等科、高等科を経て、精神女子専門学校英語科卒業後、電通に入社、新聞雑誌局で勤務した。職場の上司の紹介で心臓と出会い、1987年6月に結婚した。子宝に恵まれず、不妊治療を試みたり、養子縁組も検討したと、文芸春秋とのインタビューでコメントしたことを、BBC が報じた。 1998年から2002年にかけて、新蔵の地元、下関市のコミュニティ放送、ガモン FM で愛称でもある、アッキーの名前で、ラジオパーソナリティを務めていたこともあった。小川栄太郎によると、新蔵が自由民主党国会対策、福井委員長時代に、食事ができずに3ヶ月入院して、天敵の日々が続き、体重も激減していたとき、秋江が、 もう政治家なんてやめてくださいと涙ながら訴えたことがある。また、かねてから海洋性大腸炎という病名を公表するべきだと心臓に訴えていた。2006年9月、心臓の内閣総理大臣就任によりファーストレディとなった。第1次、安倍内閣発足時、秋江は北海道東野湖サミット開催までは心臓が政権を維持できると予想していた。 同年10月8日の新造の大韓民国、中華人民共和国訪問で、ファーストレディとして、実質的な外交デビューを果たし、その後も、外国訪問の際には必ずと言っていいほどを付き添った。中華人民共和国訪問の際に、北京入りした秋恵は、友好の証として、洋風宮の仏像を参拝。その後、全厚無得で、北京ダックの宴会。 政府要人と会談をしている。北京四月団中学と中華人民共和国新対象会社連合会を訪問し、北京四月団中学では日本国語の授業を聞いていた。彼女の活動については米国型のファーストレディを意識しているとの分析もある。彼女の活動を補助する内閣総理大臣皇邸連絡調整官なるポストが設けられ、三宅国彦が就任した。 心臓以外の候補者の選挙応援にも関わるようになり、2007年1月28日に北九州市を訪れ、自由民主党、公明党推薦の市長候補者の柴田隆弘の応援演説を行った。彼女にとって初めての応援演説であり、選挙戦の最終兵器としての起用であったが、落選した。 第21回参議院議員通常選挙では21府県を訪れ遊説を行った。この選挙で自由民主党は大敗し参議院第1党の座を民主党に奪われたが、秋江は遊説では声援ばかりが聞こえてきて逆風を本当に肌で感じることができなかったと述べている。心臓の内閣総理大臣辞任の際は体調不良を3週間前から再三聞かされていたものの 自任会見を開くことは事前に知らされておらず、友人からの携帯電話の電子メールで初めて知ったという。入院中の心臓に対し、昭恵は政治家引退を進めたが、心臓に、いや、それは違うと拒否された。内閣総理大臣を自任した心臓について、昭恵は楽な道を捨て、うばらの道を選んだと評しており、心臓が参議院議員選挙惨敗後すぐに、 辞職しなかったことで、KY イ,イコール空気が読めないと批判されることについては、今でも納得できませんと主張している。心臓が政権運営に失敗した理由については、本人が政権運営の面で突っ走ったことをマスコミに書き立てられたことが、指示離れを起こした理由だと主張している。2008年の第169回国会会期中、 新臓と昭恵は私的なスキー旅行に出かけたためメディアから批判された。昭恵は自身のブログでスキー旅行の模様を公開している。2008年4月10日の北京オリンピック開催に際し、チベットへの中華人民共和国の人権弾圧に対する抗議活動が世界中で繰り広げられる中、ダライラマ14世がインドからアメリカ合衆国へ行く中に 日本国へ立ち寄った。政府はダライラマを敵視している、中華人民共和国に配慮し、政府として接触する予定はないとしていたが、秋江がダライラマと面会することとなった。日本国全体が人権問題を軽視しているわけではないことを国際社会に示す意図があったとされる。2011年3月、立教大学大学院21世紀社会デザイン。 研究家修士家庭修了、修士号、比較組織ネットワーク学取得。修士論文は、ミャンマーの寺子屋教育と、社会生活、NGO の寺子屋教育支援。2012年12月16日、第46回衆議院議員総選挙が行われた。秋江も、前日まで運動を行い、自由民主党候補者を応援するべく、全国を回っていた心臓に代わって、 新蔵の地元、山口県で支持を訴えた。結果、新蔵の当選も含めて、自由民主党は政権を奪還し、総裁であった新蔵が内閣総理大臣に再就任、秋江も再び、ファーストレディとなった。内閣総理大臣夫人としての立場については、2017年3月14日に内閣総理大臣の配偶者を指して、一般的に用いられる故障であり、 公人でなく、詩人であるとする、閣議決定が行われた。その後、秋江けの政府職員が、国有地取得をめぐり、森友学園側の疑問点を財務省に紹介し、回答を学園に伝えた点や、学園が運営する塚本幼稚園における講演や、運動会における、昭和、開校予定の水保の国記念小学院の名誉校長に就任した点。 国有地取得をめぐり決裁済み文書から削除された記述に秋江の名前がある点等から野党は証言の審議によっては偽証罪が成立する証人関門や刑を招致すべきとしている。対して与党は詩人であること等を理由に拒否。これについて中日新聞社東京新聞はロッキード事件において24人の民間人が招致された手にや議員証言法の何ピットでも これに応じなければならない過去の判例等においても当該人の活動が公共の利害に関わるものであれば公人であるとの観点から批判している。森友学園財務省書き換え改ざん事件や財務省近畿財務局職員自殺の後、Facebook にて野党の馬鹿げた質問という投稿にいいねをしたと複数の新聞社に報道された。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。